皆さんこんにちは、アイロンです。さあ今回もマーベルスパイダーマン、マイルズ・モラレス遊んでいきましょう。さあ前回ですね、メインミッションカーテンコールを攻略したところで、今日もね、次のミッション向かっていきましょう。今日のメインミッション、これかな。喧騒の向こうに、フィンにはどう向き合ったらいいんだろう。アーノージさんならアドバイスくれるかも。そう、前回ですね、ついに互いの正体を知ることになりました、マイルズとフィン。で、おじさん。おじさんに助けをこうか。一応悪人じゃない？ヴィランじゃない？彼。おじさん。かけ直す。あ。マイルズ、それで、一体何があった？フィンに、ロクソンに、アンダーグラウンド。いろいろ、ありすぎてさ。悩みだらけの17歳、しかもスーパーヒーローか。少しは息抜きをしろ。ビートを作ってるのか？これ始めてからはあんまり。仕事と生活のバランスを大事にしろ。ほら、ずいぶん昔お前の父さんと作ってたミックステープだ。韻も踏んでバッチリだぞ。何それ、初耳だよ。未完成でな、街中の音をサンプリングしてビートを作りたかったが、マスターをジェフが持ったまま仲たがいしちまったんだよ。お前が完成させろ。きっと気晴らしにもなるだろう。うん、だね。それじゃあどうすればいい？ロードしろ、教えてやるよ。ホログラムのガイドを設置した。音源をスキャンしろ。ホログラムね、僕のパクったの？お前が生まれる前からネタ帳に書き込んでたやつだよ。さあなんだろう、多分これは楽曲作り新要素で、スキャンする。今はフィンのことは忘れて、音に集中して考えを整理しよう。ホログラムをスキャンすればドライブのファイルがアンロックされる。どの音源か教えてくれるはずだ。サンプリングモードでですね、まず三角、サンプルを再生する。オリジナルの音源を探してクリーンなサンプルを手に入れろ。これさ、結構むずくない？この何、音を探せってこと？合致するものを。待ってね、近すぎる。音が割れないように少し離れてみろ。ただこれは波形が違う。これも多分違うかな。録音開始。マッチしないな。他も探せ。やっぱりこれはね、地味にむずいぞ。音源を探す。そこのボートかな。これじゃないみたいだな。これも違う。待ってね、こっち、これ近いな。音量を調節するんだ。あ、多分それかな。あの、なんていうの、 V っていうの、この浮きじゃない？この音か。やったな。うん、ええ、最高だ。残りの音源は町中に点在してる。それぞれの場所の雰囲気をつかめるようにメッセージも残しておいた。気に入った。うん、待ってろ。よう、いい音見つけたか。うん、独特なダイナミクス。老いぼれでも役に立つだ。確かに気晴らししてよかったかも。やるべきことが分かったよ。フィンに会って計画をやめるよう説得する。直接？どこで？明日の夜、トリニティチャーチで。それがどうかした？どうかしたって、お前狙われてるんだぞ。守ってくれなくて平気。一人じゃ危険だ。おじさん、父さんと喧嘩したからこのテープを完成させられなかったって言ったよね。父さんと何があったの？俺たちは似すぎてたし、違いすぎてた。
複雑なんだよ。まずはテープだ。サンプルを集めたら全部教えてやるよ。約束だ。ありがとう、おじさん。トリニティチャーチだ。いいか、ティンカラーは好きにしろ。ガキには手を出すな。ああ、よく寝た。疲れてたし。OK。フィンに電話しよう。支度ができたらね。今のアロン、誰かと繋がってんのか。多分ロクソンかな。オウム系か。ほんと、最高。オウム系、おそらくの抵抗値を測定するのかな。これおじさんがくれたんだっけ。また試合しなきゃね。お母さんいるかな。どうかな。関係誰かいる。僕だけか。誰もいない。ちょっと待ってね。なんかインタラクト可能なオブジェクトないかな。おばあちゃんがデモに参加した時のだ。政治好きは DNA だね。これがおばあちゃん。おばあちゃんなら対ロクソンのいいスローガン思いついてそう。だいぶ母さんっぽい部屋になってきたかも。と、コルクボード。絶好調だよね。絶対に勝てる。市議会戦かな。と、お手洗い、バスルーム。母さんに元気に。僕いつもトイレは順番待ち。これは？子供の母さん想像つかない。これあれか、映画でよく見るやつ。身長刻んだんだ、こういう風に。音楽かけようかな。音楽、これは待ってね。調べる。何度聞いても飽きない。戻す。次へ。じゃあそうね、これいく。他はなんかないかな。ここら辺。待ってね。これはメモかな。襲撃を受けてもくじけてない。読む。マイルズ、ゆっくり寝られた。母さんは選挙本部にいるわね。何かあったらメッセージして、母さん。一人きりの家も悪くないかも。おいて、こっから出ていく。待ってな。引っ越しで壊れなくてよかった。そっかそっか、音響機材ね。こういったこともやってるんだ。いやでもすごいな、高校生にしてこの機材持ってるっていう。自分は高校生の頃もガジェットは全然でしたね。お金ないし知識と技術もなかったから。さて、出発です。ここからどうかな。メインミッション。おい、気をつけろ。よし、フィンに電話しよう。出てくれますように。どうも、スパイダーマン。フィン、ねえ、話をしようよ。会ってさ。また嘘つくの。ちゃんと説明したいんだよ。お願い、トリニティチャージに来て。もう嘘はつかない、約束。また騙すつもりなら。わかった、後でね。会ってはくれるみたい。よし、トリニティチャージか、行こう。でですね、ちょっと待ってな。その前に
ここに音源がある。大学卒業後、お前の母さんがここに住んでた。お前の父さんと付き合ってて、よく3人でここで過ごしたよ。ソフトで安定したビートを聴きながらな。ソフトなビートか。これなんだろうな、鼓動のような。どうだった？ドックンドックン言ってて。何が近いかな。待ってね、陶水のあれか、そこの水滴かな。よし、最高。うん、繊細だしいいビート。あの頃は良かった。永遠に続くような気がしてな。お前の母さんは教師になり、父さんは警官になり、そして俺はプラウラーと名乗り始めた。互いの仕事には干渉しないようにしてたが、長くは続かなかった。父さんと俺の仕事じゃどうしてもニアミスするだろう。あのおじさん、今の道さえ選ばなかったら二人ともずっとおじさんを応援してたはず。おじさんそうね、なんか普通にヒーローになればいいのに。あの太鼓を生かして。でですね、これやっぱ結構あんだね。1、2、3、残りなんだっけ、合計10箇所か。で、さらに、小話が聞ける。ちょっと待ってな。じゃあ、2個ぐらい回収しようかな。やっほー、みんな。ダニキャストの時間だよ。今日はゲスト。それがオープニングか。しけてるな。そういうのをこの業界じゃ、滑るって言うんだよ。もっと盛り上げろ。一つ聞かせてもらおうか、ダニ。市民を煽ってる自覚はあるのか。ジャーナリストとしての誠意ってもんはないのか。当然、大あり。あんたがロクソン相手にやってる活動だから、あれは私のような真のジャーナリストにとっては実に迷惑。ジャーナリストならばハーレムで問題ばかり起こしている自警団まがいの若造を非難すべきだろう。はあ、そういう自分はスパイダーマンのやることなすこと全部ねじ曲げて伝えながらロクソンの悪事をかばってるでしょ。マシな PR チーム雇ってスパイダーマンを支持したら、チーナウスパイダーマンは自分が起こした問題の尻拭いをしているに過ぎない。放火犯が火を消したからって称えるバカがどこにいる。その点ロクソンは鉄板だらけの地域に美しいプラザを建てたからな。地域のお店やみんなの家を取り壊してね。スパイダーマンはハーレムが鉄板だらけの地域じゃないって証明してくれた。それに引き換えジェームソンさん、あなたこの街を愛してるって言う割にニューヨーカーを嫌ってない。随分と感情的になっているようだから、今日の討論はこれくらいで勘弁してやろう。ジャレット、電話を切れ。小娘との討論なんて誰が言い出した。子供を言い負かして何の得がある。車を出せ。頑張りおきに行くぞ。もしもし、ヘロヘロ。あ、マジ切られた。あれ、そっちが討論したがってなかったっけ、ジェームソンさん。それじゃあみんな、 PC 作業中は30分ごとに起立。バイ。ジェジェジェな、相変わらずね。さて、でここら辺らしい。これ見とこう。さあ何かな。これはお前の父さんのアイデアだ。公園に行くたびに聞く音で、一つだと静かだが集団だとうるさい。集団だとうるさい。鳥かな。待ってね、どこにいるかな。とりあえずこの波形を見ましょうね。あ、これなんか近いっぽいぞ。ここら辺かな。1話だけ。あ、行っちゃったね。これそっか、つまりあれか、カムフラージュか。とりあえずよし、鳥が来たんで、カムフラージュを使って怪しまれないように。これでどうかな。よし。あとトレーナーだったとか。俺はずっと昔、高校に入る前だ。ある日公園をぶらついていたら、誰かがホットドッグを落とした。想像つくだろ。あとの大群が押し寄せてきてな。兄貴は立ち止まって、おいアーロン、これは音楽だって言ってんだ。次の日から街中ビートを探して駆けずに回った。お前のようにな。サンプリングを教わった時のことを思い出した。おじさんはいい道具を、父さんはいい耳を持ってたな。と、
ここにもう一個。だいぶ近い。そっち。これ取ってからミッション行こうか。こいつはお気に入りだ。父さんとよくここへ来てな。署全体が活気づく音を聞いてた。探してみろ。署にある何かか。これなんだろうな。署全体が活気づく。こっちっぽくない？これか。エンジン音か。お前の父さんはここで警官になる夢を見つけたんだろう。堅苦しい兄貴には到底無理だと言ったが、内側からよくしたいんだと言われてな。死ぬまで努力して。父さんが成し遂げたよね。僕も成し遂げてみせる。でですね、今ここにいて、ずっといてこっち。これがメインミッションね。と、スキル。これはそうだね。ベノムロケット。オーラタックで敵をベノムスタン状態にする。5秒ごとに使用可能。これも、有能ですね。で、メインミッション。舞台、金融街。ティンカー、テイラー、スパイダー、スパイ。フィンが会いたいって。いざこざを解消するなら、今しかないよね。これ行ってみようか。で、トラベルする。ずーっと行って、ここら辺かな。これがその教会ね。普通あんな風にスパイダーマンだって打ち明ける？あんたを殺すとこだった。それで僕に罪悪感感じてほしいの？これ以上嘘をつかないでほしいの。理解してると思ったからアンダーグラウンドに入れたのに。理解してるよ。クリーガーがしたことも償わせたいけど、こんなのダメだ。これがあいつを倒す唯一の方法なの。見て見ぬふりをして。お願い。できない。約束したんだ。私だってなんでここにしたの？父さんと来たろ？コンサートにさ、7カ国の聖歌隊覚えてる？ガーナよかったな。ガーナはいなかった。それギニアでしょ？いや絶対ガーナだったって。ギニア、ベリーズ、ポーランド、キューバ、韓国、タイ、ベネズエラ、フィンが正しい。いつもそう。大抵はね。何？君にはがっかりしたな。クリーガー？いや、メイソン君には手を焼くと思っていたが、君とは仲良くやれると思ってたんだ。ここは舞台裏さ。最も警備が厳重な施設だ。金のなる場所だ。この最低男。リックと
ニューフォームを開発していた時、あんたは特許を出願しただけでしょ。他人のアイデアを売り込むことしか脳のない男だって兄さんが言ってたけど、今も生きているのはどっちだ。過去のことだ、だろ。まずは手始めに君のこれは素晴らしい、無意識で発動したのかな。実に魅力的だ。これから君のそのマスクを外して体の仕組みを調べよう。いいかい、君はまさに次世代のバイオエンジニアリングであり、それが意味することは一つ。そう、金だよ。それじゃ、私はジムへ。足のトレーニングだ。ニューフォームの在りかを聞き出せ。ん？プラザが開けられないだろう。それと、彼を使えたまえ。走れの恨み晴らさせてもらう。カメラもないしな。さあ、なんだろう、ネガベノムブラスト。殺されるとこだった。びっくり。意外とタフなんだ。出口を探そう。あいつらライノを警察に引き渡さなかったんだ。信じられない。そう、雇ったんだね、あいつ。大丈夫、脱出できれば大丈夫。監視カメラ切るね。あの PC 調べて。了解。どんな感じ。このオフィスの先に出口がある。制御室に行って基地の封鎖を解除しなきゃ。まずは警備棟から脱出。私が下に降りて様子見てくる。ロックされてる。檻の時みたいにベノムでドア開けよう。動力源は見つけた。で、ぶち込む。開いた。下の階に向かうね。真上にいるよ。ここはね、ぜひとも共闘したいところ。どうかな。あのドアから出られるけど、端末をハッキングして警報を止めなきゃ。ガードの相手は任せて。南ウィングの監視カメラが停止した。きっとライノが切ったんだ。これ結構いんな。囚人を尋問するって言ってたし、あのもう一人の男にかかれば雲も泣き叫ぶさ。絶対ダメだぞ。よし、雲には4つ。まず1人。どうやって見つけたんだ。シーリングフィニッシュ。いや、奴はただの。これは危険かな。内部のエージェントが教えてくれた。できればこいつ。これ以上の悪評は勘弁だ。よし、このシーリングもね、25回かな。トロフィーがあります。あとこいつ。よし、そうね、回数系のトロフィーに関しては2周目もいいかな。ニューゲームプラスでゲームをクリアするっていうトロフィーもあるんで。よし、あとね、その2周目、このスペクタキュラか、これをさらに上回る難易度っていうのもあります。確かそれはね、アルティメット。ここの、よし、さらに1人。思ったより楽勝。
アルティメットは多分そうだね、一発食らったらほぼほぼ即死みたいな感じじゃないかな。あとここに一人、これもできればシーリング。よし、ついてなかったね、ごめん。大丈夫、バレてない。そこの二人、これはですねリモートマイン。よしよし、で二人バリ出せて、で最後かなこいつ、これはウェブストライク。よし、サイファーを実行。待ってね、天井行く。よし、それじゃ次の PC。 いけねえ。どう次の PC。 フィン、話し合おうよ。プラザを爆破なんてまずいって。危険な燃料で街を汚染するのだってまずい。そうだけど、ロクソンを倒す方法なら他にあるだろ。どんな計画にだって欠点はある。友達に嘘をつくとかね。いいから集中して。あ、そう、でも絶対後で話すからね。敵を一掃する。あ、これ増えたんか。多分これさっきいなかったよね。まだあと2時間で再びの、よし、シーリング。おしまい。それじゃあ電磁ロックを消毒。やったぞ。そっちはオーバーライドさせて。オッケー。で次オーバーライド、これを発動する。こっちまず先にそれかな。ちょっと待ってね、コンピューター使う。まだできないかな。クリーガーのボイスメモだ。リック・メイソンは好きだ、本当だよ。だが彼は情に流されやすくてね。思い出として盾でも飾ればいい。それか、そうだ、彼の名前のベンチはどうだ、気に入るはずだろう。サイモン・クリーガーって思いやりにあふれてるな。ボイスメモ、これもかな。ライムの情報だ。スーツを脱ぎたいと言っているが、正直言ってあの鎧がなければ誰も奴に見向きもしないだろう。アーマーをアップグレードしろ。ガキの雲を倒せれば脱ぎたい気持ちも忘れるだろう。この人誰でも操ろうとするんだな。本当もなんか典型的な冷酷タイプ。ロクソンの個人契約者についてのメモ。外部の者にティンカラーとスパイダーマンを追跡させたまえ。トゥームストーンは檻の中か。ブラックキャットは更生した噂だとな。紫の男は確か名前は、ああそうだ、いいぞ、やつなら適任だ。紫の男、それってまさか。いや、ありえない。いや、これがそのおじさんか。紫の男、プラウラー。オーバーライドするよ。ボイスメモが入ってる。警察にライノのことを聞かれています。どうします。ラフトに特別労働釈放プログラムを設置中だ。警察にはライノは社会奉仕中だとでも伝えておきたまえ。警察を騙したのか。ロックは解除したけど、こじ開けなきゃ。任せて。あとこれはなんだ。これねえ、装備盗まれてたんだ。あんたも盗んでたらしいじゃない。部品が1個。逃がすのはニューフォームを見つけてからだ。なぜあいつがここに。女だけ捕まえるはずだっただろう。そうか、不満か。いいかい、スパイダーマンはメイソンとの最高の取引材料。君らが協力して捕まえた。まあ捕まえたのは君だが、君の情報のおかげだろ。明らかにあの二人は怪しい。あの子は放っておく約束だ。アロンおじさん。あの子か。その言い方まるで父親のようだ。スパイダーマンを逃がせばニューフォームを見つけてアンダーグラウンドの情報も手に入れてやる。ほら、実にいい取引材料。
スパイダーマン材料だったな。俺も持ってるぞ。ニューフォームの毒性にビッグメイソンとの一件公表すればできないさ。いいか、君は指名手配犯だ。我々に協力もしてきた私と一緒に檻に入りたいか。我が身が可愛くてそんな犠牲は払えないだろ。それじゃあメイソンとスパイダーマンの様子を見に行くよ。ああ、だがここからは残念ながら招待制のパーティーでね。悪いな。じゃあ、あの王子さん、嘘だ。またあんたの知り合い、あんたのせいで捕まったの。違うよ、これはロクソンに雇われてるのは知ってたけど、僕を裏切るなんて。ほんと信じらんない。罠におびき寄せたわけ。なんであんたを信じたんだろう。フィン、待って、きっと何か理由があるんだよ。僕だって知らなかった。やめて、聞きたくない。とにかく進もう。ねえ、これそう、フィンだけさ、あの女を好きにしろっていうか捕まえるっていう計画だから。これ開けられる？かわいそうに、うん、任せて。で、こっからエネルギー奪って、そっちかな。じゃあそうですね、すいません、今回は時間の切りがちょうどいいんで一旦これで終わりにして、で、次回ですね、このメインミッションね、ティンカー、テイラー、スパイダー、スパイ、次回もこの続きから攻略していきましょう。はい、よかったらコメント、高評価、チャンネル登録、あとツイッターのフォローしてくださると嬉しいです。ではね、また次回マーベルスパイダーマン、マイルズ・モラレスでお会いいたしましょう。今回はこの辺で。